日本映画専門チャンネルは日本映画放送株式会社が運営する専門チャンネルの一つ。日本映画を編成の中心に過去に地上波等で放送されたドラマの再放送も行っている。株主である富士テレビや東宝、角川映画制作の映画が中心に放送されている。また、このチャンネル独占放送など独自の企画も多い。かつては 小竹系の衛星劇場との共同企画もあった。これは東方、大英、小竹が共に富士テレビの設立に関わっていることから実現した。しかし2007年9月の HD 化を境にこの共同企画は行われなくなった。日曜22時からは富士テレビアナウンサーのカルベ新一、笠西晋介がナビゲートする日曜放課劇場が放送されている。また、 映画情報番組、シネマホリックプラスには、同じく、フジテレビアナウンサーの塩原恒夫が、新作映画出演者インタビュアーとして出演している。E2 バイスカバー。では2007年9月1日より、ハイビジョンチャンネル化された。これに伴い、チャンネル名を、日本映画専門チャンネル HD へと変更。同時に委託放送事業者が、従来の CS 映画放送から、 マルチチャンネルエンターテインメントへと変更。さらに2012年3月1日より、統計110度 CS 放送から、BS デジタル放送に変更されたことに伴い、チャンネル名を、BS 日本映画専門チャンネル、衛星機関放送事業者も日本、映画衛星放送株式会社に変更。2018年4月1日より、チャンネル名が、BS を抜いた、 日本映画専門チャンネルに変更。原則として7時を1日の起点とする24時間放送であるが、早朝に始まる作品の終了後は午前7時の起点までの間は、フィラーとして番組ガイドなどを送っている。なお日によって深夜から早朝のメンテナンスによる停波がある。それぞれチャンネル名称が異なるが、番組の創出方法の違いのみで番組内容は、 全く同じである。2006年1月号より増刊され続け2014年4月号で、総刊100号を迎えたが2014年8月より、新規及び年間更新手続きを停止し、2015年3月号を、もって休刊。日本映画専門チャンネルガイドの後継として2015年3月から2018年6月まで、配信された無料のウェブマガジン。iOS。 アンドロイドアプリも存在した。ありがとうございます。